お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。前回出しましたこちらの動画、7月の救急車がもうめちゃくちゃ増えているい動画、たくさんの方に見ていただきまして、ありがとうございます。その中で、えー、気になるコメントがございましてね。いや、藤江さんと、7月の救急車が増えている、その理由は、こちらではないかと、おっしゃるんですね。 流行りの病が第7波でね、もうすごいことになってるから、それで救急車が増えたんじゃないでしょうか。そういった書き込みがありましたので、今回はそれをね、検証してみたいと思います。果たして、この流行りの病が爆発的に増えたことで救急車が増えた。 そうなっているのかどうかですけれども、で、どうやってそれを検証しようかというと、こちらでございます。こちらは千葉市の市民の感染症患者の発生状況ということで、まあ、患者ってことはね、使うかという感じですけどね。まあ、いわゆる陽性者ですね。陽性者がね、何人出たかというね、えー、ここ数年のグラフでございますけれども、えー、なんで千葉市かというと、前回紹介した救急車の動画、 これ千葉市のデータでしたんで、そこと合わせて千葉市としております、えー。そして見ていきますと、去年の今頃ですね、夏、デルタ株が流行りまして、で、その後はね、だいぶ静かになって、で、今年に入ってからの第6波、オミクロンで、で、徐々に下がってきて、で、7月にオミクロン第7波、大爆発ということになっておりますけれども、ポイントはここだと僕は思いますね。6月。 6月がこの第6波と第7波の間で、比較的静かだった時期なので、では、6月に救急車が減っていれば、コロナと関係があるんではないかと、想像ができるわけですけれども、果たして今年の6月、救急車が減っていたのか、ですけれども、こちら、調べました。こちらはですね、私が打ち込んだんですけれども、 千葉市の救急車のうち9秒で出動した件数だけをピックアップしたものになります。で、この黄色っぽい帯が今年の1月の救急車、2月の救急車、9秒だけですね。3月、4月、5月、6月、7月と打ち込んでありまして、で、今回ちょっと慎重に行きたかったので、いつも僕ですね、去年と今年の比較、 同じ月で比べるなんてやるんですけども、今回はより慎重にということで、2018年から2021年の4年間の平均を出しました。この4年間を足して、4で割ったものがこちらになります。で、毎月毎月平均を取っていきまして、で、平均と今年の比較をしたというのが、一番下の2つの段になっております。で、見ていきますと、1月は、 今年は平均よりも、過去4年の平均よりも506人増えまして15.4%増えましたと。そして2月は836人平均より増えて31.5%。で、30%台、20%台が続く中で6月、前4年の平均よりも今年は 804人増えまして、30%増ということで、まあ、2月以降の流れをですね、踏襲したレベルで増えていると言えます。もし、流行りの病がこの救急車、救病の出動件数を上げている主たる原因であるならば、6月は下がらないと、減らないとおかしいんですけれども、引き続き高い水準をキープしていると。 ということが分かりましたので、えもちろんですね、この中には、ハエルの病で運ばれたという方もね、含まれていると考えられますけれども、この救急車の出動件数を押し上げた主たる原因が、ハエルの病ということにはならないんではないかと私は思いますけれども、皆さんはどうお考えになりますでしょうか そしてですね、際立つのはやっぱり昨日報じた7月ですよ。過去4年の平均が3200件。で、今年は4900件。というわけで、もう1.5倍以上になっているという結果ですよ。あと中にはですね、この7月の救急車激増について、熱中症で運ばれたんではないかというご意見もありましたけれども、もちろんそういった方もね、 多数いらっしゃるんではないかと思いますが、えー、なぜ、比較してるのはね、え、去年の4月、その前の4月と、7月同士で比べておりますので、まあ、7月はもう毎年熱中症で運ばれてる方はね、いらっしゃるわけですから、もちろん、んそれよりも増えてるということはあるでしょうけれども、まあ、ベースとして熱中症で運ばれたという方はね、え、今年に限らずいらっしゃるということはお伝えしておきます。では、なぜね、今年に入ってからこんなにも救急車が増えて、 急病が増えて、そしてまた7月にぐんと増えたのか。ですけれども、それはですね、もう叱るべき立場の方、特に政治家の方ですよ、僕は思うには。政治家の方が、こんなに市民が不健康になってしまってるんだから、もう積極的に調べなきゃいけない。本気で調べるべきだと思いますよ。以上、藤井でした。ご健う体に気をつけて、また会いましょう。